ブルガリアの次に、原発建てようとしているベレネの建設予定地に来てます。3年ぐらい前からもうずっと工事が止まっててほとんど誰もいません。さっき警備員の人に一人会ってちょっと写真撮っちゃダメだよって言われたのでビデオを撮ってます。こんな感じ、クレーンがたくさんあってで後ろは畑らしき感じ。ずっと建物がなかったんだけどここに入って3階建てとかあと向こう側には5階建てぐらいの建物が建ってます。